はい、皆さんこんにちは、ワーナリグルイジです。では今回は、提督の決断をバブヒット、棒の岬沖海戦ヤマトの好リベンジ逆襲の太平洋、続きを言っていきたいと思います。前回はですね、惨めにも沖縄を逃げ回るというのをね、ちょっと皆さんに見ていただく形になってしまって大変申し訳なかったんですけども、皆さんからのね、アドバイスとかご意見とかを、いただいた上で検討したところですね、ついに今後の新しい建造方針を決めていきたいと思います。で、もう今、日本が保持している海域は、日本、沖縄、南シナ、マレー沖と、とにかく資源がもうカツカツです。で、この状態で新しくね、なんとか、建造を行って、それがね、新しい艦隊を構成して、敵と戦闘した挙句、傷ついてしまったら、またそれを修復するのに、また資源を使うと。これはね、もうちょっと回らないでしょうということからですね、一方的に敵を攻撃して、味方は一切傷つかない。つまり修理に資源を使わなくて済むと。そういう戦略をちょっと考える必要があって、そうなった場合に唯一考えられるのが、空母艦載機によるアウトレンジ攻撃。これをね、実現するために今回は、まずは空母。しかも、すんごいめちゃくちゃ搭載量の多い洋上基地型空母の設計を行っていきたいと思います。で、さらにその洋上基地型空母に載せるアウトレンジ攻撃、この戦術をね、まさに一心になってもらう超長距離爆撃機も一緒にね、設計を行っていきたいなと思います。じゃあ設計するのにお金が必要なので、一瞬ターンを進めます。で、もうとにかくドイツが1日でも1週間でも長く戦ってもらう必要があるので、ドイツには援助を行いましょうと言っても、ドイツもね、別に石油はいらないよって感じだと思うんですけどね。では、設計を行っていきます。洋上基地型空母。艦型、ベースになるのはどれでもいいので、見た目がかっこいいのが信濃型にしましょう。設計。で、航空機の搭載数はマックスの200、150。で、航行速度はもう遅くていいので、一番低く下げましょう。で、あとはいかに節約するか。甲板とかこの辺りは下げたくないので、ベニヤ板で装甲を作りましょうか。3週間とかでできれば設計が終わるといいんだけどな。そうはいかない？いかないね。じゃあ増やしていきます。4週間っていう幅の中でうまく調整をしていきましょうか。右下に出てる開発期間ですね。これが4週間で収まるように、ちょっと調整をしていきます。こんな感じかな。これで洋上基地型空母。必要建造鉄鋼が5000。必要建造資金が3000。いやー、これ一隻作るまで戦線を支えきれるんだろうかという気がしてならないな。洋上基地型空母ですね。じゃあ、この洋上基地型空母に乗せる、続いて、爆撃機を作っていきましょう。爆撃機のベースもどれでもいいんですが、せっかくなので、水星にしますか。これも、名前を早速入れます。長距離爆撃機にしますか。これでいきます。で、空戦能力は、空戦能力はいいかな。もう爆撃機を落としてきてもらうだけ。で、航続距離は6200マックスに設定して、おきます。他はこのままでいけない。爆弾だな、爆弾。爆弾を1トン爆弾に変えておきます。で、航続距離がオーバーするので、これをちょっと下げる。6000だったら下げていいかな。1トン爆弾の方が強力ですからね。こうしましょう。
開発費用が2250、開発期間が8週。ですが、洋上基地型空母開発に4週間、その後建造に、まあ、鉄が5000かかるってことは、まあ6から8ぐらいはかかると思うので、週間ですね。なので、開発期間8週間は全く問題にならない数値ですね。で、お金がなくなったので、今の長距離爆撃機に随伴する護衛機は次週、作っていきましょう。では、ターンを進めます。ちょっと待ってね。その前に、ありがちな、ボンミスがあるので。大丈夫だね。はい。これで、半角に戻ってるので、このまま行きましょう。では、1週間時間を進めます。沖縄に敵連合軍。すいません。ちょっとまた皆さんには見苦しい姿を晒すことになるかなと思うんですが、逃げの一手を打っていきます。まあ、とにかく逃げ切り態勢に入らないと話にならないので、一番隅のね、キワッキワに急いで退避しましょう。では、時間はね、進めていっちゃいます。うわ、もういきなり発見されてる。マジか。ちょっと待ってね。これも駆逐艦一隻やられるな。逃げ切れるとは思えない。となるとだ。配置が良かったのかって疑問だよな。逃げ切れるのかな。雨を降ってくんないときついなー。やられたー。駆逐艦が沈められたー。一隻。で、ここも発見されたわけでしょ？逃げ切れんのか？なんとか逃げ切ってくれ。大丈夫そうかな。ただまだ一日目ですからね、まだ。不安しかないな。もうここに身を潜めているしかない。止まりなさいと。動いちゃダメですよと。待ってくれ！マジか。これはまずいぞ。夜のうちとはいえ逃げ切れるのか？魚雷撃たれたらまずい。うわ、やられた！やられた！やられたー！沖縄を失った。いや、これはちょっと受容できないので、すいません。やり直します。ちょっとタイムリープして戻ってきます。はい。設計をするところまでやりましたので、戻ってきました。1週間進めて、多分また沖縄に敵の艦隊がやってくると思うので、逃げ切りましょう。おお、来なかった。これはこれは、1週間先に進めることが できましたね。そしたら、まあ、ここはまずはマラッカをもう一度続けるか否かは否にして、再びマラッカ海峡に設定すれば、まだ1ヶ月後に金が入ってくるので、それでいきます。と同時に、すいません、セーブをさせてください。もうこれね、結構しんどいことになると思うんで、ね、この後。セーブをして、よし、鉄が、ドーンって入ってきたね。あとアルミだな。加えて、まあ、鉄、お金があるので、お金をちょっとばらまいていく。
使っていく、そういう行為に入っていきましょう。まずは物資援助、これは石油を送り届けましょう。艦隊動かす予定はないので、技術開発はここぞとばかりに金を使う。で、先ほど建造した、設計したかな、長距離爆撃機に随伴する戦闘機ですね、それをちょっと作っていきましょうか。どうする、レップにするかな。まあレップ、ライデン、まあライデンにしましょう。ライデンをベースに、まずは空戦能力、これはね、もうどう考えても6000は絶対飛ばなきゃいけないので、6000が飛べるものにする必要があるよね。となると、そもそもライデンだと話にならないから、爆撃機を、まあある意味戦闘機として運用していくしかないね。空戦能力を、7.7 ミリの機銃を4門、さらに20ミリ、いや37ミリの機関砲を2門にしよう。うわ、むっちゃ遅くなる。これ無理だ。20ミリの機関砲にした方がいいな。装甲はともかく、航続距離は6000。いやー、最高速度が254。これは厳しいわ。最高速度260はないよな。まあ、一旦これにして爆弾だよね。急降下の必要はなくて、爆弾も250キロ爆弾にした場合、速度は378。これで行くしかない。護衛機。長距離護衛機。まあ、ただその、1トン爆弾を積んだ爆撃機100機が敵基地を攻撃すれば確実に一撃で仕留められるので、そこにかけるしかない。長距離護衛機。彼らにこの国の命運を託しましょう。さあ、これで、あとは、アルミと鉄とが増えてくるのを待つだけ。で、鉄資源が余ってはいる状態ではあるので、ここに、まずは、輸送船を作りましょうか。輸送船。足りてない輸送船を作っていく。マレー沖にも、あと3隻は輸送船欲しいよね。これを見る感じだと。なので輸送船を3隻。まあ、3隻しか作れない。お金がなくなっちゃったんだね。ここでセーブをするべきだな。ここでセーブをしましょう。とにかくね、敵が攻め込んできたら逃げ切る。逃げ切れなかったらリロードするっていうね。ちょっとこの虚しい戦いの繰り返しにはなるんですが、なんとかしのいでいきましょう。まあ、来るよね、沖縄にね。さっきは逃げ切れなかった。だが今回は違う。必ず逃げ切ってみせる。まずは、マップの右上と左、右上は厳しいのかな。左下と左上にしますか。場所を。発見された？発見されてないよね。大丈夫だよね。この辺に敵の母艦がいると見て間違いない。では時間を進めていきます。
よし、この雨も嬉しいな。1日目はなんとかなりそうだな。まあ、油断してるとね、敵の駆逐艦とかが哨戒活動に入っててドーンと刺されるってことがあるので気をつけなきゃいけないですが、ちょっと待ってくれ。どこだ。上か。これ逃げる進路としてはもう一択だからな。そうなると今左下に待機している駆逐艦、田中さんが乗っている駆逐艦を右下に動かすしかない。で逆に左上にいる駆逐艦を下に下げる。逃げ切ってくれよ。早いな。早い。となると動かさない方がいいね。ここが一番安全地帯だから。ここにいよう。いやー怖いなはい、駆逐艦移籍失いましたが、まあ、なんとか沖縄逃げ切りましたね。マレー沖にも敵艦隊か。ここも逃げ切りですね。いや、ここの逃げ切りもきつそうだな。ここの逃げ切りの方がなんかしんどそうだな。マレー沖だとどっから敵艦隊入ってくるんだろう。下から入ってくるよね、きっと。なので上に逃げるしかないよな。航空機は置いていなかったはずなので。いや、ここのマップもきつそうだな。航空機置いてないよね。あ、置いてる。偵察も置いてる。であれば敵艦隊を撃滅するその好機だな。敵艦発見、ここだね。早速攻撃隊を送ろう。艦隊はイギリス軍。届かないか、まあ、しょうがないな、まあ、とにかく逃げ切りだな。余計なことしてくれるな、イギリス。うわ、すんげえ数のイギリス艦隊が来てる。これはきついぞ。敵の大型艦を仕留めにかかりましょう。直縁の数を増やしておく必要があるな。敵の空母の位置を探るので偵察機も出しましょう。そうよ、敵艦を沈めていくよ。敵の空母だな。空母の位置を探りたい。敵の逃げていく位置で敵のおおよその空母の位置が分かるので、
空母の位置がわからないな。どこにいる敵の空母は。護衛機の去っていく先にいるはず。思った位置とちょっと違うな。ここにいる。 OK だ。敵の空母の位置は知れたぞ。敵の空母を仕留める。よし、敵の空母の甲板を大破させた。これで一旦安心かな。まあ、安心じゃないけど、まあなんとかなるかな。よし、この動きもっと早くするべきだったな。夜の間は何もできない悲しい時間になる。いや、アメリカ軍に比べてイギリス軍軟弱だな。といっても、まあ、空母の数が違いますよね。アメリカ軍は、3個艦隊に4隻の空母を配備余裕でしてきますからね。イギリス軍はそうはいかない。ただ、第二飛行場はちょっと持たないかな。偵察機を出します。第一飛行場が頑張ってもらうしかないかな。もうここは無理な動きはしないで逃げ切り態勢に入りましょう。一応策敵機は飛ばして、敵を見つけたら仕留めます。夜か。ここで夜になっちゃうのか。微妙だな。まあ、ただ基地からの爆撃が、うん、砲撃が頑張ってくれてるね。精度が高い。駆逐艦ごときであれば沈められるね。仕留めた。敵の一個艦隊を砲撃戦のもとに仕留めたわけだな。よし、撤退させましたね。いや、割と戦果はあったよね。これだって駆逐艦、味方の損害はまあ実質ゼロ。まあ航空機を失いましたけどね。駆逐艦をずらっと10隻以上。まああと大きいのが、敵の空母も撃沈しましたよね。ただここに敵の空母。うわぁ、撃沈はしないのか。インプラカブル。これは、大破。まあ、甲板は大破させましたからね。しばらくは進出はしてこないでしょう。よし。悪くない。たださ、石油5000を上げて石油2000を返されるって、何なんだろうかって感じはするけどね。航空用エンジンが、まあ、新しくできたという話ですが、すでに。14週間開発期間かかるのであれば、ちょっと間に合わないかな。はい。では、まあ、鉄とアルミとお金を貯めながらね、まずは、洋上基地型空母、これの竣工をね、祈って進めていきたいと思います。じゃあ、まずまた時間を進めていきましょうか。というところで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、まあ、次回以降も今日みたいなね、ちょっとみっともないプレイが続くと思うんですが、お付き合いをよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、
動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。